インドネシアのジョコ大統領がウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談しました。30日にはモスクワでプーチン大統領と会談する予定です。29日にキーウで行われたジョコ大統領とゼレンスキー大統領との会談では、ロシアのウクライナ侵攻による世界的な食糧危機に対する懸念などが共有されました。またジョコ大統領はキーウ近郊の町イルピンも訪問し、破壊された建物などを視察しました。インドネシアは11月に開かれる G20 首脳会議の議長国で、ゼレンスキー大統領を会議へ招待しています。ゼレンスキー大統領は国内の治安状況や参加国の構成によるとしながらも参加に意欲を示しました。ジョコ大統領はこの後モスクワに移動し、30日にはプーチン大統領と会談する予定で、ゼレンスキー大統領からのメッセージをプーチン大統領に伝えるとしています。